こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様でございます。今日も暑いね。暑そう。今日なんか外暑そうね。暑そうですね。やひん、はーい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。お腹すいた。なんかめっちゃ今日めっちゃ夢見たけど、どんな夢かは思い出せない。でもなんか今日はいろんな夢を見た。いいね、でも楽しみに渋谷で待って、もう来てくれて嬉しい、ありがとう。楽しみ。ちょっともうちょっとしたら顔出しに切り替えますね。あと5分、10分ぐらいしたら顔出しに切り替えるので待っててください。ちょっと今マッサージ中。お顔のマッサージと、あとベースだけ作ったら顔出ししようかな。こんにちは。マッサージしてると喋れない。お顔のマッサージしながらラジオ。斬新ね。初の試み。いやーマジこのさエラのところのあざがマジで未だに残ってて、マッサージ痛くてここだけマッサージできんわ。なんてこと。本当に何があったん私の身に。本当にひなの身に何があったんだろうか。無遊病かな。自分で自分のこと殴った系女子。自分で自分のこと殴っちゃった系女子ですか。
怖い怖い怖いわ。痛い、そう痛いね、ちゃんと痛みあるちゃんと痛みしてるのよね。室内本当に何したんだろうな。他にもあざできてたけど、それもまだ残ってる。まだまあ残ってるよ。治りかけてはいるけど。怖い。触ると痛い、痛い痛い。もちろんあざだもん。あざやん。体調大丈夫ですか？大丈夫ですよ。元気です。元気でございます。どんどん増えていく。うん、本当に。私の体どうしちゃったね。私の体どうしちゃったの。ちょっとちゃんと病院行きます。本当に。忙しすぎてなかなか行く時間。結構朝とかさ起きれないタイプだからさ、午後から仕事で朝は朝行こうと思えばいいって感じだけど、結構起きるの無理なんだよね本当に。こんにちは。結構起きるのが世界で一番辛いレベル。世界で一番辛いです起きるの。結構マジ。こんにちは。メイクポーチどこやったっけ？あった。今日は髪型どうしようかな。どうしようかにゃん。こんにちは。最近ポニー多い、もうポニー多いね。なんか最近めっちゃ褒めてもらえるから。しかも太ったからさ、ポニーの方が顔がすっきりするんですよ。そう、太るとやっぱ髪おろしが重く見えちゃう。自分が悪いんですけど自分が悪いんですけどね。そう、ポニーが最近多い理由はね、太ったのもあるんだよ。髪で太った部分を隠せるわけではないの。あ、そういうことじゃないんですよね。ポニーの方がね、すっきりして見える。顔がちっちゃく見える。逆にそれがポニー多い理由。そうで、なんか最近ポニー多い理由はそれで、そっちの方がごまかし効くっていうか、嘘つけるっていうか。
こんにちは。お疲れ様です。ポニーは小顔効果ある。そうだよ、ポニーの方が小顔に見える。まあでも本当その人の顔の形によるかもね。ヒナはポニーの方が小顔に見てもらいやすい。その、うん、その人と髪型の相性だけど、それはもう相性ですね。あと2分ぐらいしたら切り替えます、カメラに。もちろんお待ちを。もうちょいお待ちを。うわ、やばい、チンジャオロース。お腹すいた。え、マジでお腹すいた。焼肉食べたい。え、お腹すいたんだけど。さすがにお腹がすいた。今日何食べれるかな。今日の私の人生、何食べる人生かも。今日の私の人生、何食べる人生だと思いますか。予想しといてください。私もわからない。何か食べないと大丈夫。そうだよね、食べたいな。いつも直感、直感っていうかもうその瞬間コンビニ行って食べたいって、まあ直感か、それが直感っていうのかな。なんか普通に運命に身を任せって感じで。でもみんな優柔不断だからさ結局運命に身を任せてるのかもわからない、わかんないけど優柔不断すぎて。じゃあそろそろ切り替えます。え、なんか花火大会だってそうなんだ。そうなんや。あ、花火大会になってた。これもタブレットでやるとよく見えるから。変わりました。やっぽん、お疲れやっぽこー、メイク中です。すいたわね、お腹が。なんかすいたわね。あれ、コメント見えない。可愛く映りました、ありがとう。おでこ可愛い、ありがとう。
ありがとう。竹山さん、会議室ありがとうございます。アンデさん、会議室ありがとうございます。もうあと1週間で連続配信ね、200日いや嬉しい、本当にありがとう。200日か、やば、200日、頑張ろう。本当に今も体調とかさ崩さないように気をつけないと。まあ崩しましたけれども、マジで原因不明の体調不良だったんだけど、めっちゃ危ない、いつもの癖。携帯の裏側にある鏡で見るとこだった。めっちゃ携帯の画面配信にさらしながら配信するとこだった。初、どこやったっけ、え、さっきまで使ってたよね。なんでこうして私はすぐなんかしものをするんだい。いつも携帯の小さい鏡でしてる。お直しの時とかはもう携帯の鏡でしてますね。まあ、ちゃんとしたメイクする時は携帯の鏡ではしないけど、うん、こんにちは。やばい、死んだ。死にました。死んでしまいました。間違えました。何、あ、なんか死にました。今日は死んでばかりです。今日は死んでばかりです。なんか今日はなんか死んでばっかりになっちゃいました。まあそんな日もありますよね。そんな日もありました。ドーナツ食べたいな、なんか美味しいドーナツ、美味しいドーナツ食べたい。フロマージさん、星ありがとうございます。みんなが今食べたいものなんですか。うわ、でも一回ご飯系食べてからちょっとお腹空いてからドーナツ食べるっていうのもありだな。いや、妄想の世界ですけど。でも一回今日何もご飯、何も朝から何も食べてないから
一回ご飯系を食べてからの、もう一度お腹が空いたらデザート的な、それが一番幸せかもしんない今。やんな。東京のドーナツ屋さんあるじゃないですか。あの日本にはないやつ、あ、新潟にはないやつ、新潟にはないやつ、なんていうの、なんか東京のよく NGT の時さ、その差し入れいただいた時めっちゃ嬉しかった記憶ある。あれって新潟にもあんのかな、探してみたら。あ、そうかも、クリスピーなんちゃらってやつかも、クリスピードーナツみたいなお店、クリスピードーナツみたいなお店かな、おしゃれなドーナツ、めっちゃ好きなんだよね。それでさ、この間初めて東京でそのお店に行ってみたの。え、もうてか、あ、お店あるんだみたいな感じ。ひなからしたらなんかそういう、そういうなんか買ってくる屋さんなのかなみたいな思ってたんだけど、ちゃんとお店の中で食べれてめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。美味しかった、ドーナツ美味しいよね。うん、ドーナツ美味しい。ミスド以外全然いかん。え、ヘナもミスド以外のドーナツ屋さん初めて行きました、その時。ちなみに配信どれぐらいまで、わかんない、どうしようかな、あと15分ぐらい、15分もしないかも。あと15分ぐらい、15分ぐらい、15分20分ぐらいしたいと思います。はい、お願いします。ちょっと曖昧でごめんなんだけど、そんぐらいできそうな感じがしたりしなかったり。確かにメイク配信久しぶりかも、ちょっと久しぶりかもしれません、ちょっとお久しぶりかもしれませんね。なとちゃんの配信終わったら食事しよう。え、何食べるんですか。いいなぁ、いいな、もうめっちゃお腹空いたんだよな。なんか買ってこう、なんか買ってこうって思うけどさ、もうコンビニに行ってご飯を食べ買うっていう生活はマジでやめたいわけですよ。お金をかけたくない食事に毎日そんなことしてたらさ、毎日さご飯を買ってるってことになるわけじゃん。許せないそれが。飛んだお金をさなくしているわけ、私は常に常にね。
なみ。それは食費もある程度はかかる。そうだよね、それもそう。でもかけすぎている私は今、食費にお金をかけすぎているんです。とても。だってレッスンの時とかも、レッスン行く時にコンビニ寄ってご飯食べてレッスンするみたいな、レッスンの休憩の時とかに食べてみたいな。もうそれが許せない。それが許せないよ、ひなはもう。こんなに毎日お金かけて食べ物に、マジでダメだと思う。マジでダメだと思ってる。ああ、でも帰らないもん、そんな生活さ、しょうがないじゃん。お家でおにぎり握ってこいって思ってもさ、そんな余裕もない。そんな余裕もない。いや、お弁当とかそういうのを用意するとかそういうわけ